つうわけでバンシーワクソン。お前使ったことないだろあるわけねえだろ、持ってねえんだからなあ、いや結果アーガスが強いからいや全距離一撃だからこっちは。でもものすごく遅いでしょ着弾が。まあね、そんな武器ね、ゾンビモードでいいんすよ。ゾンビモードレーガンでも持ってなさいこんだけ追加武器出してるけどレーガン来ないよね。レーガン来ちゃったらもうおしまいじゃないか。それならもうサンダーガンも出してくれよ。サンダーガンってなんだ。あれサンダーガンなんて名前だったっけあれ。いや俺あんまりゾンビやってないからレーガンぐらいしかわかんない。BO1 にあったなんかあの ランチャーみたいなやつなんだけどほうほう。ね、どんなゾンビも吹っ飛ばす。攻撃を許可。終わり強そうだな普通に。どんなゾンビも吹っ飛ばす。あちょっとさて初めての舌を。あテイテイテイ、あよしすごいこの辺ショットガンいっぱいいるな。うんごめんちょっと取り乱してしまった。取り乱してしまった。さて俺バンシーよりナイフの方が切る取れそうなんだ。あ死体じゃん。何撃ってんの。いやおーナイファーナイファー、うわーナイファやられてる今のは仕方がない。ロボットがナイフ持つなんて聞いていない。チャンス。え助かったよ。今のどう見ても頭に当たったように見えたんだけどもな。ナイファーがひたすら追いかけてるけど味方を。えいよし今のはかっこいい。でこっち側から下行ったらどうなるのか知らないんだよな。行ってみよう。いやマジかよ。おあこんだけか。えいあお前なんで今のは一発で死んでくれないのか。いやそういうのがあるから。いやこれはアーガスの調子ってものがあるんだよ。よし調子アーガスの調子ってもんがある。あれ今ここにいなかったかな。キネアーマーの無駄遣い。ちょっとちょっと味方引っ張らせる。ちょっ上にいた。ほらほらほらアーガスの方が強いよ。落下。泥試合してたな今どうでもねえ泥試合。ゼロ距離アーガス。私は水。敵のナイファー普通に銃持ってるやんけ。それはナイファーじゃないのでは。ナイファーを卒業した。お、危ない危ない。あのどちくしょうどちくしょうそんなところに RPG を構えたらダメ。あ、UAV 来てる。やだ。アーガス、強え。そう？そもそもバンシーなんてね、持ってる人すらね。多分いないと思うね。だからね、強さとか誰かと共有しようと思ってもそんな無理なんだよ。あ、そうよ。キネアーマーです。キネアーマーです。
切れ浜です。ああ、いっぱいいるね。とりあえず UAV。 え当たってないか。ちょっとバンシーの調子がいい。ちょっと調子よろしくなくなってきた。ちょっとエイムが乱れています。落ち着こう。アーガスって腰ダメであんまり当たってくんないんだよね。まあ確かに、あんまり俺は腰ダメで武器を使いたがらないから、まあいいんだけども。はあ。デマーセット撃破。おっと危ねえ。待って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 。インファントリーを処理。リッパー強い。まだいた。おし。素晴らしいアーガス。あら、あ、ちょっちょっちょー壁走りでさ、敵とぶつかった時の絶望感。あら、あら、よし。待て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 、逃がさんぞ。さっきあなたとぶつかったんだ。今もぶつかった。あ、まあ。すっか。DLC 部屋じゃないとさ、ラグくないっていうのは気のせい。おお、言われてみれば。DLC 部屋誰だな。DLC、 いや DLC だけには限らないけど、あのその昔 BF4 が発売した直後の頃、うん、DLC も続々と配信されるわけなんだが、全てがラグラグで DLC 人口に集中するね、その配信直後の時がラグラグっていう絶望的な状態でDLC マップ流行らずに終わるっていうね、悲しい結末があった。それが3回ぐらい。悲しい。やばい。え、UAV。タイミング悪いよ、それは。おし。読めるぞ。UAV。うわ、ランチャーなんてダメだよ、そんなの。ちょ。あかん。あ、お前、俺の。さっきから戦ってんだよ、俺は。痛い。アーガスじゃん。あれ取られた、もしかして。あっかーん。攻め続けろ、勝てるぞ。通知する、敵 HP。 ハンドがあって、頑張ってる敵がいる。ターゲットダウン。はあ、そのハンドが MR ってハンドガン強いよね、ショッキー。うん、あれ一回縛ってプレイしたことがあるんだけどね、うん、強かった。どうだった？強かった。以上。ああ、あと2人。ああ、わあ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 、ナイフキルしようと思ったけど三角を刺さった。うわぁ、なんだそのゾンビモードから間違って持ってきちゃったんじゃねえの、その武器。ラリってる。ラリってねえよ、平常時だよ。平常時。
って、俺はバンシーだ。なーに、アーガスの強いということが証明されたろ。そうこなくちゃな。はあ、これはもう自明だよ、自明。自明。とつれとつれ。あ、俺はここで。俺もここで。ファーストブラッド取れなかった。お前、お前、ファーストブラッドってさ、バンシー貫通しないんだから、ちょっとやめてよ。その手があったか。くそ。これ味方だったら弾消えるんだよね。そうだったのか。なんかさ、ショットガンの人増えてる気がするんだけど。アーガス使うから。いや、決してアーガスが増えてるわけじゃない。バンシーはね、多分。はい、ちょラグってひどい、これはひどい。さあ、3です。 KRM、3です。決めてきたぞ。あ、バンシー今乗ってる。立派。待って、一人も倒してない。あっか。チクシュ。一応これでもロンバレついてんだけど、あの決め打ちで謎レーザー飛ばすのやめてくれよ。いや、着弾が遅いから、ね、決め打ちが強いんです。ちょっとひどい成績になってる。頑張んないと。あー、決め打ち強い。ひどいやつだ。あざっす。なん。俺の。あー、だってまともにキルをしてない、自分の手で。あ、いや、自分の手でキルは2回。俺のキル取ったもんな。いや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 。あれは、あれがアーガスの強さだよ。はい。何を言って。ひどい。あるわけないですね。あざす。いや、今全然倒してないけど、さっきのアガスが嘘のようだ。おっしゃ、くらえ。ちょっと一発で死んでくれ。あ、取られた。お前なんだい、ことごとく俺の取り勝って。アーガスは強いって言ったろ。はぁ、あ、すごい、いっぱいいる。あと、し、オッケー。ことごとく、ん、取り上がってる、この野郎。敵は捕らえる、敵はね、取られる気でこっちに来てるわけではないよ。ふっ。うえー。あ、ヘルストームとか久々に使う。うぃ、 BO2 のヘルストームってすごく強かった記憶がある。あっ、 BO2 のヘルストームどんなんだっけな。最低な戦い方をしてしまった。ピューリファイヤー、あかーん。ちょっとまだよろしくない、これは。俺の方が強いんじゃないのか。いやいや、そ、何を言う。ディフェンシブシステムオンライン。あれ。もう面白いぐらい KRM の音しかしない。そうだよね、まあ、正直このマップ形状に適しているものは何かといえば、ショットガンなら KRM だと思う。アガスだ、どっちかというと中近距離。はい。お、ちょガクガクん？ガクついたぞ。問題ない。はあ。さあ、え、
そう、味方とすれ違うのやめて敵。確かに角ついてる。ね、つい角ついてるでしょ。仕留めた。あ敵ついにマーシャルディアルが出てきたぞ。おあれもうね、ショットガンを超えるショットガンだそれは。あれ火力マジで高いから。あれでショットガン蹂躙できるからね。本当よ。まずい、負ける。バンシーとかアーガスとか言ってる場合じゃねえ。おっとっと、味方、味方の後ろに敵いるよ。リスポンは変わったようだ。わわわ、リッパーの嫌な音がする。その死んだ画面でさ、バンシーのレーザーが横切るのがさ、あ、UAV やだ。なぜだ。ケルベロスが目の前にいるんだが。グッドエフェクト。一発で死んでくれ。インファントリー。あと2人、まだまだいける。お、接戦。でもケルベロスいるからね。ケルベロスが、ああああ、それで やられそう。わ、美味しいな。頑張れ。くっそ、今のバンシー連携でできてるまだワンチャンあったんだけど。やばーい、やばい。ちょっと敵にウォーマシンいないか。あと一人。よっしゃ。あれでもそ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 もショットガンじゃないのでは。使ったから、ショットガン使ったから。なんだそりゃ。俺そんなショットガン初めて見た。そう、最強のショットガンだから。ショットかっこ打撃だが。お前の全てを灰に変えてやる。結果アーガスとバンシーの2択に迫られたらね、バンシー持ってないからアーガスということになるんだよ。あ、俺はバンシーだな。だからミスってるが。